います。まあ、フィリピンでの生活費は、まあ、僕の場合、一人暮らしの独身で、まあ、7万円ぐらい、毎日、マッサージに行っても、お酒飲んでも、まあ、それぐらいで済むかなと、もっと抑えることは全然できると思うんですよね。まあ、車を買う場合はですね、日本と同じか、ちょっと高いぐらいだったりするので、まあ、もちろん、何を選ぶかとか、コネにもよるんですけども、そんなに安くなってないっていうのを覚えておられた方がいいかなと思います。家賃はですね、まあ、コンドミニアム僕の場合、月2万円のところから、10万円ぐらいのところ住んだこともありますし、まあ、本当ピンキリですね。一戸建ての場合もですね、アラバンっていう、例えば一つサンプルを挙げると、日本人のそこそこ多い地域なんですけども、マニラからちょっと行ったところなんですけども、まあ、上に2つ大きな部屋があって、下にまあ、大きめのリビングがあるようなところで、2階建てでまあ、4万ペソなんで8万円ぐらいですかね、ぐらいっていうところもあったりします。まあ、大体、食費はまあ、2、3万円で済むかな。